ヨッシーの本名は何でしょうか。ヨッシーヨシオさん。ヨッシーヨッシー。サランラップの商品名の由来とは。人の名前、サランラップさん。雑学クイズに答えていただきます。いろいろなジャンルからの問題が出題されますが、はい、先に正解して3ポイント獲得した方はお肉を食べられることができます。はい、よし、いいね。今ね、めちゃくちゃお腹減ってんだよね。そうだね、はい、それでね、点数をね、数えるの、こちらね、はい、用意しております。しっかりと数えていきますよ、不正は許されません。ひめちゃん、おうくん、雑学って自信ある？めっちゃある。おうくんはね、すごい雑学の動画見てるんだよね。そう、YouTube でね、なんか、なんだよ、なんかいろんなこと言ってたよね。うん、なんかいろいろ見てるの、おうくん知ってる、うん、そうそうそう、こんなこと知ってるのって、はい、こと知ってるから、知ってるよね。おうくんすごい有利かもね。そう、ネギトロはね、あれ、ネギが乗っているんじゃなくてネギトロっていう意味なんだよね。ネギトロっていう、え、お寿司のネギトロ、ネギが乗ってて、あとトロだからネギトロじゃん。違う違う違う、ネギトロだからネギトロなんだ、うん、ネギが乗ってるからネギトロじゃないの、うん、本当、みんな本当、マジ、ネギが乗ってるからじゃないわよ、マジやネギ乗ってるじゃん、ネギとトロでネギトロじゃんね。ねえ、カメラマンさん正解です。おっ、おー、マジマジ、なんか多くん、これちょっと今回有利かもしれないけど、パパもね、お互いの力をね、使って頑張ります。私もね、雑学の本とかね、読んだりしてるから頑張ります。はい。それで、3ポイント先に取った方、はい、先ほど申し上げましたそのお肉ですね、こちらのお肉です。え、それ、何のお肉？ヒレ肉です。お、ヒレ肉。お、いいね。まずはね、あっさりでね、もうお腹ペコペコだからね。質問があります。はい。ご飯もありますか？ないです。うわぁ、絶対ご飯食べたいやつじゃん、これお肉って。すいません、すいません、すいません。じゃあね、このヒレ肉をかけてね、はい、もうこれ、恨みっこなしね。うん、例えばさ、カメラマンさん、姫ちゃんが先に3ポイント取ったら、はい、もう姫ちゃんだけが食べちゃうっていう。そうです、一人だけです。ほー、分けちゃダメ、ダメです。あ、もし同点で3ポイント取った場合は分ける。あ、その場合は分けましょう。よし、分かった、分かりました。もう恨みっこなしね、これ、うん、真剣勝負ね。はい、よし、じゃあね、視聴者のね、皆さんもね、一緒に考えてください。考えてみてください、はい、では早速始めていきますね。はい、第1問、はい、皆さん動物大好きだと思いますが、大好きです。猫の本当の大好物とは。え、え、はい、魚、はい、B、パスタ、パスタ、パスタ、 C、カレー、 D、お肉。カレー、パスタ、パスタ、パスタってスパゲッティ、スパゲッティです。肉かな、あー、あー、わかった。ライオンマサイ、もう言わないぞ、言わないぞ、お肉言わないぞ。わかった、言わないぞ、これ知ってる。じゃあ、A、B、C、D って言ったら聞こえにくいから、 A、B、C、D って言おうね。うん、 A、B、C、D だよ。はい、それでは皆さん答えをどうぞ。はい、せーの、 B。 え、僕は D って言った。私も D、 多くも D。じゃあお願いします。皆さん、例ですか？はい、例です。正解は、例のお肉。皆さん、正解です。やった。まあ、余裕ですね。なんか、ライオンも猫科だからさ、そう、肉食動物だからライオン。そう。みんなね、好きかなと思って。そうそうそう。魚とかっていうのも、ね、うん、なんかイメージ的にはね、うん、そうそうそう。1ポイント入りました。はい、皆さん1ポイント入りました。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。カメカメカメラマンさん。では第2問、はい、でん、
日本で最初のカレーの具材とは？え？どういうこと？A. 鶏 B. カエル C. スッポン D. ヘビ。あ、カレーの牛肉とかじゃなくて。まあ、そうです。このカエルとかなんかヘビとかって言わなかった？ああ、わかるかもしれない。よく考えたら。A が何？ A が鶏、鶏肉ですね。ああ、鶏肉ね。ああ、チキンカレーね。美味しいよね。はい、で、B がカエル。カエルってゲコゲコっていうあの。そのカエルですね。はい、その肉。食用カエルとかもね、うん、あるしね。で、C がスッポンで。スッポンって何？カメのなんか甲羅がないやつ。D がヘビ。カレーでしょ？私これ噛んでいく。日本で最初何年だろう、1800年代かな。でお肉として食べてたっていうと鳥じゃないな。じゃあカエルかヘビ。私カエルじゃないかなと思って。やっぱね、昔からいるのはヘビなんだよ。昔そうだね、昔からいるのは、よく考えたら昔からいるのはヘビ、まあ、鳥は絶対ない。でもさ、なんかカエルの料理とかさ、よくあるじゃん。ねえ。うん。で、その当時の人がよく食べてた肉だよね、多分。安価に手に入るものじゃないかな。カメも。鳥。え、鳥と、あ、スッポン。スッポン高いもんね。うん、高い。そんなに、ねえ、いる動物じゃないでしょ。生き物じゃ、動物じゃない。ねえ。両生類か、あれ、カメって。D か D だね。え、カメ両生類？爬虫類か。え？カメは…卵産むよ。もう分かった。ちょっともう大丈夫、うちら。カエルヘビ迷ってるんですよ。分かった分かった。パパもすっぽんは高いイメージがあるよね。カエルヘビ。分かった。じゃあ私聞きました。じゃあ生き物の名前言おうか。うん、そう。ちょっとね、分かりにくいからさ。うん、ね。じゃあ行きますよ。では正解をどうぞ。せーの。ヘビ。え、なんて言った？ヘビ。カエル。カエル。やばい。分かれたぞー。スッポンはさ、うん、高いからないし、ね、鳥ってそんなにね、うん、あの今みたいにね、あの養殖で育ててなかったと思うから、うん、あの野鳥とか捕まえて、うん、でそのお肉かなと思うし、じゃあお願いします、カメラマンさん。はい、正解は B のカエルです。やった、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあポイント入れますよね。あ、オークあの泣き真似しないで、泣き真似。あ、私か、パパ次正解すれば。よし、もう食べちゃうよ。え、これ何品あるんですか、お肉。1個だけじゃない、1品じゃない。はい、1つじゃないです。チャンスはあるし。すごい、そうね。あ、種類が違うっていいよね。うん、全部食べよう、全部食べよう。で、なんとカレーは、はい、日本でこの最初にこのレシピが発表されたのは1872年です。1800年代だね。で、日本にカレーを伝えたのはイギリスなんですが、はい、イギリスではビーフやポークを使うのが一般的だということなんですね。ただ食文化の違いで日本ではカエルを使われてたということみたいです。へー、まあ鶏肉にね似ているので、さっぱりして鶏肉、あ、食べやすいと。そうですね。じゃあオー君にあのカエルカレー食べさせてもわからないかな。チキンカレーでやったって言うかも。今度ドッキリ仕掛けよっか。うん、オー君ドッキリ仕掛けよっか。じゃあもうカレー食べない、捨てる。え、食べない、言ったね、言ったね、チキンカレーだよ、オー君の大好きな。食べない。うん、あのね、お店に、お店の時に頼む。じゃあってさ、あのさ、カエル入ってないから。そうだね。大丈夫大丈夫、ドッキリしないよ、多分。うん、多分、ね、第3問。皆さん、お菓子とか、はい、いろいろサラダ味って聞きますよね。あー、ちょっとしょっぱいね、塩味のね。このサラダ味とは一体何味でしょうか。 A. お醤油、B. ドレッシング、 C. サラダ油、 D. 塩。塩系だよね、うん、サラダ油って。あ、あ、サラダ油って味ないよね、うん、油、あ、油だから塩、ドレッシング、
ドレッシングと、あ、サラダにかけるドレッシングだからサラダ味か。一番何ですか。お醤油です。醤油味じゃないな。醤油は醤油味だよ。よし、もう決めちゃう。正解して、お肉をいただきます。もう食べたい。私も決めました。では皆さんよろしいですか。はい、はい、では正解をどうぞ。はい、せーの、ドレッシング、ね、え、ドレッシング、ドレッシング、ドレッシング。え、ホークなんて言った。ドレッシング。でとかビーとかなんかいろいろあったな。いや、ドレッシング、ドレッシング、で、うん、ビー。ホーク今でって言ってたんですけど。って言った。じゃあ、ホーク、ホーク、どうぞどうぞ。ホーク何、ドレッシング、うん、よし、じゃあみんなドレッシングだそうです。はい、じゃあ皆さんよろしいですか。はい、これみんな正解したらさ、オークンだけダメじゃん。けどさ、違うのにしといて、それ正解したらチャンスがあるよ、うん、全員ね、2ポイントになるから。そうだね。ね、ドレッシングでいい、どっちにしろ負けると思うよ。ドレッシングで正解しても、不正解でも。でもね、姫ちゃんとパパは2点、オークンは1点ですね。でもまだまだチャンスはありますよ。うん、では正解いきますね。はい、はい、正解は C のサラダ油です。サラダ油なの。ほら、変えといてよかったじゃん。オーク、なんて言ったの。なんて言ったの。サラダ油って言った。サラダ油って言った。答え、え、ドレッシング、どっち。プリーズオーク、プリメメンス、プリーズオーク。うーわ、サラダ油の味。え、なんなのそれ。ねえ、サラダ味とは、まあ、サラダ油を使って作られていることが由来で、味付けは塩で行っていると書いてますね。へー、サラダにかけるあのドレッシングね、しょっぱいじゃん、うん、あの味かと思いました、うん、サラダ、サラダ油だそうです。はい、勉強になりました、ありがとうございます、うん、では第4問目。皆さん、油かたむらっていう言葉聞いたことがあると思うんですが、ありますあります。この意味とは何でしょうか。油かたむら、 A、 いただきます。油かたむら、 B、 ごちそうさまでした。油かたむら。 C、 悪霊退散。油かたむら。 D、 花粉症退治。油かたむら。今のどれか本当に使ってるんだよね、油かたむらって。4つの中に正解あります。え、なんかあの魔法のランプを手にこう油かたむらとかって言うんじゃない。それっぽい、なんか出てこい、アラビアっぽいな。やばい、聞いたことあるんだけど忘れた。え、もう一度お願いします、問題。あ、答えを。 A、 いただきます。いただきます。 B、 ごちそうさまでした。C、 悪霊退散。 D、 花粉症退治。聞いたことある、6歳児ぐらいに聞いたことある。聞いたことある。決まった。もうあれしかね。うん、決まった。 OK。 あ、違うな、なんだっけ、答え何がある。1から4番、ごちそうさま、はい、悪霊退散、花粉症退治、花粉症退治。退治か。 OK、 わかりました。じゃあみんな決まったかな。はい、よろしいですか。はい、はい、では皆さん正解をどうぞ。せーの、悪霊退散。え、な、何、姫ちゃん花粉症。姫、オークマ、うん、僕、何、 A、B、 なんて言った、どっちか言って。オーク、いただきますって言ったね。違う、ごちそうさま、花粉症、悪霊退散。本当、いやいや、ママに合わせてきてない。じゃあ、けどオークこれ合わせてもパパ一人で勝っちゃうぞ、正解しても。じゃあもういいや。どうする、どうする。パパ悪霊退散ね、ひめちゃん花粉症対策、対策、退治。はい、オークは、じゃあパパする。え、パパと同じでいいの。パパ適当に言ってるよ。あ、じゃあひめちゃん。いや、だからあのパパとひめちゃんの違うのにした方がいいと思うよ。なんで。正解したら、ね、同じ点数、得点になるんだから。じゃあ B。 ごちそうさまでした。オッケー、じゃあ答えお願いします。はい、今回意見分かれましたね。はい、皆さんどうしてその答えにしたんでしょうか。なんか一つだけなんか浮いてる答えだったから、
これじゃないかな。ああ、いただきます。ごちそうさま。似てるもんね。うん、ね、同じジャンル系だもんね。なんかそんな感じだから、なんか一つだけ浮いてるなと思ったから、そうしました。僕は。だってね、あのごちそうさまあるじゃん。うん、それで、油かたくらだから、油って書いてあるじゃん。うん、なるほど。あ、食べ物だから。え、そういうことじゃない。油を片付けるみたいな。油かたくら。片付けてごちそうさまみたいな。それとお皿洗いとか。やっぱやだもん。え、何する何するの。え、で花粉症、花粉症対策、花粉症対策、花粉症対策。じゃあもうオープンね、花粉症ね。はい、はい、でね、はい、でパパはね、あの悪霊退散っていうのをしたくんだけど、これね実はねアラビア語で、アラビアって暖かいところじゃん、あの花粉ないんだよね、残念。それでアラビア、いろんな不幸が起きるとか病気や怪我とか起きるっていうのは悪霊のせいだとされてたの。でその悪霊を払うっていう意味で油かたぶらって使われてました。いやいや。ではお願いします。はい、正解申し上げます。はい。まず油かたぶる、あ、油かたぶる。大丈夫か、大丈夫か。中身カメラマンさん、今日調子悪いみたいです。油かたぶらはアラム語です。アラム語ね。アラムです。あ、アラム語。シリア地方やメソポタミアで使われていたそうです。暖かいよ。この言葉を直訳すると、この言葉のようにいなくなれということなんですね。で、日本では同じようなので、痛いの痛いの飛んでいけという意味合いがまあ近いようなおまじない、つまりまあ病気の治療に使われていたということで、姫ちゃん花粉症の治療に使われていたというふうに書いてます。正解は姫ちゃんです。ありがとうございます。油かたぶらっと。マジか。パパのなんか言ったこと本当っぽかったよね。うん。あの時やばいと思ったもん。やばいと思ったもん。マジかよ。え、花粉症。力ありましたけどね。花粉あるの？シリアとかあの暖かいところ。暖かいところだよね。ないよね。いや、砂漠以外も。砂漠。ある。サボテンとかも。あるよ。あるな。サボテンも毒あるし。マジか。お花咲くもんね。じゃあ、オークの得意なジャンルが来たら、オークね、一人勝ちになっちゃうね。うん、じゃあ、オークってもうね、2ポイント、2ポイント、3ポイント。はい。姫ちゃんが、まずはヒレ肉をいただくことができます。ありがとうございます。油かたぶらっと。いや、花粉症かよ。ヒレ肉。花粉症対策だから、そっちが違う。いただきますじゃないよ。それでは、油かたぶら。違う。ではね。お肉調理してきますよ。はい、姫ちゃんがいただくお肉はこちら、油かたぶら。めちゃくちゃ美味しそうじゃん。これ焼き加減最強、上手ね。うん、めっちゃ美味しそうじゃん。ヒレ肉一番好きな部位だよ。それじゃあ食べていいですか。はい、いただきます。油かたぶら、はい、美味しそうだね。匂いもめっちゃいい香り。いや、パパの鼻の息が臭い。パパの鼻が臭いってなんだよ。あ、姫ちゃん、それは塩コショウで食べるそうです。いいお肉だからね。はい、こちら、あの、A4 ですか、英語ですか。英語です。はぁ、あ、おいしいです。うわぁ、柔らかい。うわ、二口目食べる気が。おいしいね。おいしい。次絶対パパだ。うん、ありがとう。ちょっと待って、オーク君これ一口目だぞ。姫ちゃんですら一口しか食べてないよね。おかしくないこれ。パパがゼロっていうのも。おいしい。めっちゃ、うわ、やばい、めっちゃもうよだれ出てきた。こんなに可愛いのに。自分で待って、鶏肉より柔らかいかもしれない。本当に。うん、
くん鶏肉の方が好きやけど、これ美味しい。これ美味しい。脂っこくない。いいな。柔らかいし好みです。次の問題、早く食べるさ、早く食べるさ、もう次の問題、行くわよ。何がいいや。はい、それでは第2回戦いきます。よし来い。はい、第2回戦はこちらの肩ロースです。それ絶対いいやつじゃん。めっちゃくちゃ美味しそう。負けねえぞ。これも英語ですか。これも英語です。英語ランク食べたい。よし、もうどんどん早く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 、はいはい、次も頑張ってください。頑張ります。次、はい、では第2回戦第1問でで次も3ポイントですか。じゃあまだ次はお肉あるので、はい、2ポイント取った時点で勝ち確定。いいね、いいね、回転が早いね。サクサクでね、バクバク食べてやる。頑張ります。2ポイントや、2ポイントや。みんなにゼロだからね、まず。はい、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 なんか1になってえ戻してくださいよ。まだ全部できてる。あ、ごめん。じゃあ1問目いきますね。はい。サイコロの目。サイコロの目が1の目が赤い理由とは何でしょう。 A. 振った時に綺麗に見えるから。 B. 見づらいから。 C. ゲームによっては1が一番強いから。 D.他社製品と差別化を図るため。 OK、 決まった。わかった。 OK。 お、早いぞ今回。これわかんないな。みんなよろしいですか。はい、はい、では正解をどうぞ。せーの、 D、 1が一番強いから。で、オー君は D の他社製品と差別化を図るため。おお。姫ちゃんは C、 ゲームによっては1が一番強いから。そう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 。パパもあれじゃん、あれ、あの、チンチロじゃない？ルールわかんないけど。あ、やったことないけど。チンチロリン？チンチロ？わかんないけど。それ系じゃない、なんかあの、賭博？賭博の中昔のね。じゃあお願いします。おはよう。はい、実はこの問題にはいろいろ答えに諸説があります。はい、はい、でもその中でも正解は商品の差別化を図るため。というわけで自社製品を一目見てわかる工夫として一の目を赤く塗った業者さんがおられるということです。オー君。マジ？え、オー君正解？あれじゃない、ほんとね、さっき言ったようにチンチロのなんかあの賭博のあれじゃないの。違う。ゲームね、じゃあもうオー君とりあえず1ポイントね。オー君正解です。うわ、マジかよ。あとまあ諸説といっても、まあ日本の国旗をイメージしているとか、方角を示しているとか。あ、そうなんだ。そういう理由なので、オー君正解です。じゃあパパと、パパと姫ちゃんさ、あの答えとしたら被ってもいないじゃん。全然違った。オー君知ってたの？うんうん。本当に？マジマジでマジ。マジかよ。よし、次来い。では第2問。はい、ででん。やばいぞ、これオー君正解したら。みんな瞬間接着剤は知ってますよね。あの2秒ぐらいですぐ。そうです。なんかボンドのなんか針金みたいな。そう。それは何のために開発されたでしょうか。はい。 A. 漁業。漁業って？あ、魚をね。魚の漁業。 B. 農業。農業。 C. 工作。あ、工作もそうだ。 D. 戦争。戦争？戦争？ああ、なるほどね。わかった。空から瞬間接着剤パタ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 って落ちてきた。怖いよね。めちゃ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 って。わかった。戦争、なんかすごい浮いてるんだよね。漁業。あ、戦争はね、浮いてるよね。なんかトラップみたいな。漁業か。トラップ、なんかビシッってやって、そう相手がうわーってなってる間にこうドドドドドドドって打って接着剤打つの。う
ピュン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 って、うん、漁業と工作と農業、農業、農業、農業はない、農業で、農業ですか。で、漁業と農業って似てるよね、うん、ジャンル的にね。あー、どうだろうな、けど怪しい引っかけかもな。工作も引っかけっぽい気がするね、なんかありきたり違うか。ねえ、そうだよね。戦争でありやろ。 A と B が似てんだよな。わかった、まとまりました。よし、いいですか。はい、わかった。はい、では皆さん正解をどうぞ。せーの、漁業。え、奥何で言った。工作。 C の工作ね。ひめちゃん農業。 B の農業。パパ A の漁業。じゃあ理由をちょっと説明しよう。はい、ひめちゃんからどうぞ。何に使うの。なんかね、うん、なんとなく、なになんとなく、お米同士をこうくっつけてこう。いや、違う、なんかね、なんかありそうなんだよ、なんか。もう、とりあえずそれにしておこうみたいな。農業って選んでおこうかみたいな。特に理由ないでしょ。そう、はい、オープンは、うん、子供は危ないからボンドとか使うじゃん、普通の、うん、でも、大人はさ、やっぱさ、時間がないからさ、なんていうんだ、すぐ、すぐ、なんか、接着剤がいいとかね。ああ、それで、なんか、なるほどね。ああ、時間、時短のために。うん、大人時間がなかったら工作しないと思うけど。うわ。はい、じゃあね、パパ、あの、漁業、これはね、船ってさ、漁師さ、ね、昔はね、あの、小さな船でね、みんなね、漁業をね、魚取っていたんだけど、海って塩分含んでるでしょ。だから船の金属部分錆びやすいの。何が金属部分っていうのは、あの錨、船の上にこう進みながら、魚釣ってるわけじゃないから、船の上にぷかぷか魚がいるところに錨を下ろして、こう船を安定させるときに、錨って金属でできてるんだけど、その塩分で錆びちゃうから、この錨部分のこの鎖部分がプチって取れちゃうんだよね。で、怒りが、うん、海の底に沈んでいくの。で、船がこう、いろいろ、あーってなるでしょ。それを防ぐために、ここの部分に瞬間接着剤で補強した、これなんです。あー、なんかママいつも接着力が結構あるよね。俺ももらったな。え、では正解は、はい、丁寧な説明、パパありがとうございます。はい、大正解です。ご正解です。エナジーゲット、エナジーゲット、パヒーパヒー。でも、これは、はい、答えは例の戦争です。ほら、でもトラップ。なんだなんだなんだ。ほら、オウくん、ありって言ってでしょ。何に使うの。もともと戦争で使うその兵器を開発している時に、いろいろな素材が生み出されて、その中の一つだったということです。ね、戦車とか、鉄じゃん。ね、それで、なんていうの、海の近くでこう戦車をこうね、走らせると、やっぱ塩で錆びるから、この、ね、ボンドで補強して。ほら、ね、俺、ありって言ってでしょ。金属を補強するために、だから、漁業にもね、使うから、パパ正解いい。でも戦争はありって言ってでしょ、俺。戦争はありって言ったけど、ちょっと間違えてるね。青くんが惜しかったかなと思いますね。うん、パパ漁業って言ったから、はいはい、不正解です。なんか、はあ、俺も不正解。今のところ青くんが取られた。違うのか、なんか塩分がこう守るのかと思ったよ。では第3問、はい、パヒーン。皆さんサランラップはご存知ですね。はい、はい、サランラップの商品名の由来とは何でしょうか。え、由来。 A、当時はサラサラしていたから。 B、 人の名前。 C、 語呂が良かったから。 D、 サランという物質で作られているから。ああ、あれビニールじゃないのか。サランっていうのかな。 B か D な気がする。サラサラしてたから、まあ、B、 もう意外とありそうな人もらわないとかね。え、意外とありそう。くっつくもんね、あれ。サランっていうのか。ビニール、ビニール、あれ、サランラップ。はあ、なるほどね。もうそれだったらラップ、だって分かった。サランラップ、違う商品名のものもあるしさ、うん、人の名前だったらそれ使えないと思うからな。サランラップっていうのは人の名前だったら使えないと思う。分かった。名前だから、どうだろう。
え、あと答え何があったっけ。 A は、はい、当時はサラサラしていたから。 B、 人の名前。 C、 語呂が良かったから。 D、 サランという物質で作られている。確かにサランラップってなんかね、語呂いいもんね。うん、でもそれじゃない気がする。 A、 よし、じゃあパパも決めた。もうこれ4択だわ。私も決めました。僕も決めた。あ、OK です。よろしいですか。はい、はい、かしこ。では皆さん正解をどうぞ。あ、じゃあオー君から言ってみてよ。オー君どうぞ。せーので、サランっていう物質。A、 よし、じゃあひめちゃんどうぞ。で、パパはね、 B、 あの人の名前サランラップさん。知らない。めっちゃ有名だよ。みんなも知ってるよね。もうあの教科書にも載っててもおかしくないような、見たことないよ、聞いたことない、歴史上の人物です、サランラップさん。見たことない、聞いたことない。いや、ちょっと恐れたい。サランラップさんね、あのヨーロッパの方のあの発明家、サランラップさんです。え、カメラマンさんいない。正解は B の人の名前です。サランラップさん発明家よ、ヨーロッパの。サランラップ言えろ。サランラップ、誰、教科書に載っててもおかしくないよ。え、サランラップ言えろ。何年生の？小学校の教科書にね、載っててもおかしくない。え、何年生？はい、これね、実際にね、あの小学入試にね、出る可能性もあるのでね、皆さん、お勉強された方がいいと思います。じゃあ出なかったらさ、あ、多分出ないですけどね。はい、ということで、ちょっと、はいはい、サランさんではなくて、はい、ラドビックとそうアイアンズにより食品保存用として製品開発されたもので、それ以前はラップと呼ばれてました。そうで、肝心の商品名はラドウィックの妻であるサラさんとアイアンズの妻であるアンスさんが由来で、サランラップとなりました。え、サラとアンをかけてね、あのサラン、サラアンを言いにくい、サラアンってこと。だからサラン、だからあのマサさんとかって人の名前呼ぶときに、ね、マサって人がいるじゃん、マサさんっていうのをね、言いにくいからマーさんっていうようなもんだからね、ね、サラン、マサンみたいな。絶対違う。カメラマンさん発明家だもんね。サラのマサって。はい、ということでパパ大正解、はい、ありがとうございます。おめでとうございます。勝った。でも理由は全然。よし、ありがとうございます。よし、これ肩ロース一歩近づいたぞ。うぅ、絶対負けてやらないからな、絶対負けてやらないからな。ひめちゃんに負けない、ひめちゃんに負けない。はい、では第4問いきます。はい、ででん。外国人の嫌いな日本食のトップ3に含まれないものは。含まれないもの、はい、A 天ぷら、 B お刺身、 C 納豆、 D 生卵。いや、な、何人ですか。外国人としか書いてないです。じゃあ世界中の人だな。納豆、みんなが嫌いって言わないもの、嫌いって言うもの、含まれないもの、含まれないものだ、なので嫌いじゃないということ。ああ。多分ね、天ぷらは違うと思う。だってさ、あの、なんていうんだ、アメリカ人とかさ、うん、あの、けどいろんな国の人がいるからね。え、でもさ、いろんな国からさ、チキンナゲットとかさ、ああ、そうだね、だから揚げ物系だからね。だからみんな天ぷら好きとかあるかもしれない。納豆嫌いって人、日本人でもいるからね。うん、でも俺は好き。ちなみに私大好きです、納豆大好き、納豆ラブ。あとお刺身っていうのもさ、ね、生魚食べる文化がないとこだと、うん、あのパパたち日本人はさ、あのお刺身、うん、あのね、ごちそうでしょ。うん、美味しい。うん、けどさ、あの例えばあのジャングルの奥深くに住んでるような、あの木の実、木の中から虫、こんな幼虫食べてる人、日本人からすると、え、ま、マジマジって思うけど、そういう人たちからするとごちそうだからね。うん、はぁ、生魚、刺身、あと何が、天ぷら、お刺身、納豆、生卵。生卵ね、生で食べる、ママ、ヨーロッパの方食べないと思う。焼いて食べるもんね。もうボーナス問題じゃない。よし、わかった。嫌いな日本食のトップ3に含まれないものですからね。オッケー。皆さんよろしいですか。比較的、はい、あの世界中の人が、まあ比較的好きだなと。そうです、そうです。オッケーオッケーオッケー。じゃあ皆さん正解をどうぞ。せーの、A、天ぷら。天ぷら。正解は、はい、A
の天ぷらです。はい、え、ということでなんかね、生もの好きそうなイメージじゃないね。ねね、ね、刺身とかね、生卵とかね、そうそう、うん、あんまり食べる、ずっとね、日本は生好き結構食べるけどね、あ、なんかタコ、海にいるタコね、うん、あれもなんか、そんなの食べちゃうのって感覚らしいもんね。ほとんど食べない国の方多いですね。たこ焼き、じゃあ生卵も食べないです。ああ、皆さん見事正解です。はい、ということはパパとオー君2ポイントで引き分けなので、分けようねこれ絶対美味しいぞ。はいはい、じゃあね、お肉の準備ね、しましょう。はい、終わりね。いや、分けるな。え、ちょっと待って、なんか姫ちゃんどう、チーム戦ね。あのさ、パパ VS 姫ちゃん多くになってない、これ。そうしたらチーム戦よ。えいつからチーム戦よ。うちらみんなでチーム姫だけど、チーム姫ちゃん多くまであるの、その中でも。あるよ。なにそれ。うん、チームパパ一人、チームになってないじゃん。ソロ。もうとりあえずね、ソロパパ、お肉焼いていきましょう。はい、ソロパパさん。パパと多くんがいただくお肉はこちら。めっちゃ美味しそう。美味しそう。 A5 ランク肩ロースでございます。いや、この肉すごいぞ。めっちゃ美味しそう。ほら、肩ロース。基本的にね、お肉ってね、片面を強火でグンと焼いて、で今度反対にして弱火でシュワーンと焼くの。そうするとこうやって中が赤くなるよ。じゃあ青くんから食べなさい。じゃあパパも勝利のお肉、いただきます。そうそうそう、油かたぶら。サランラップさん、いただきます。おいしい。うわ、なんかすごい顔してる。花が絶対おいしいんだ。うん、まめちゃくちゃおいしい。世界一うまい。おいしい。焼き加減も最強。めちゃくちゃ美味しい。この肉ジューシーすぎる。この焼き加減もいいし、お肉自体もいいしね、うん、めっちゃ美味しい味。なにこれ、こんなお肉なかなか食べることないぞ。ちょっとね、いいお肉だかし、お醤油でもう一回。めちゃー、え、あめっちゃ美味しい。ありがとう、くん。美味しいね、このお肉。うん。カメラマンさん、この肉めっちゃ美味しいです。はい、ありがとうございます。よかったですね。はい、次も頑張ってくださいね。頑張ります。じゃあ、あとね、パパも全部ね、いただきます。うん、結構あげた。あ、じゃあ、あー、肩ロース美味しかったね。うまかった。うん、結局みんな食べてるね。次、まだあるんですか、お肉。はい、お肉あります。次のお肉はこちらです。はい、じゃじゃん。はい、ミスジです。めっちゃ綺麗じゃん。美味しそうね。良くなるね。やらない。次は、はい、一問先にポイントを獲得した方が食べられます。ええ、ラッキーファイブ。ちょっとちょっと、もういきなり正解した人がもう食べちゃう。そうです。え、ご飯も炊けたよ。あ、ご飯炊けた、炊けてたね、今。そうそう、ご飯付き、いいですか。いいです。よし、ご飯食べたい、ご飯も食べたい。はい、じゃあ問題お願いします。はい、今から言う4つの中で、はい、存在しない味覚とはどれでしょうか。味覚、A、甘い、甘い、 B、辛い、辛い、 C、 酸っぱい、酸っぱい、 D、 苦い。え、そ、存在しない。全部あるじゃん。え、甘い、辛い、酸っぱい、苦い。え、え、あ、わかった。甘い、辛い、甘い、辛い、酸っぱい、苦い。え、全部酸っぱい。え、けど甘いもの、酸っぱいもの、苦いもの、辛いものって言い方するよね。うん。え、カメラマンさん、本当にあるの。あります。このうちでないものが。あります。わかった。え、これ、甘い、辛い、甘い、辛い、酸っ
ぱい、酸っぱい、苦い。よし、じゃあパパも決めた。私も決めました。よろしいですか。はい、はい、では皆さん正解をどうぞ。せーの、苦い。苦いよね。みんな苦い。苦い。で、あ、知ってた。なんとなく、俺も。パパ、解説していいですか。どうぞ。解説しましょうか。はい、こちらに苦いです。あの、甘い、辛い、酸っぱいっていうのは人間ね、あの味覚で感じるんだけど、苦いっていう部分に関しては、何、あの、辛い、辛いは辛いと、酸っぱいが、あの、混ざったような感覚になるの。苦いっていうのはこの、またね、違うんだよね。苦いっていうのはないの、味覚で。うん、グレープフルーツの皮とか苦いけど、苦いんじゃない、あれ酸味があるからそう感じるだけで、感じているんだけど、あの、味覚としたら苦いっていうことがないの。あ、そういうことだ。カメラマンさん、正解お願いします。またまたパパちゃんとね、説明していただいたんですが、みんなもよく覚えとくよ。不正解です。ああ、みんな違うってこと。みんな不正解です。なになになに、なに、酸っぱい。答えは B の辛いです。おお、確かに、わかった。味はしないんだ、これだ。その通りです。え、渋いとか辛いとかいう感覚で味覚には入らないっていうことだそうです。あ、味がしないから。なんでいちいちこうやるの。味がし、あのだ、あのだ、あのだ、酸っぱいはさ、酸っぱいはさ、あの、なんか味するじゃん。はい、味覚あるじゃん。はい、で、甘いもさ、味するじゃん。はい、苦いは、歯はいけるけど、うん、あ、違うんだ。はい、あれね、グレープフルーツとかさ、ほら、痛いでしょ。あれ、味するじゃん、ちょっと。てか辛いは、あの、あの、苦味しない。わかったか。はい、わかりました。じゃあ、次の問題お願いします。全員不正解でした。それでは次の問題です。はい、ガリガリ君の当たりの確率はどれくらいでしょうか。どれくらいって言ってる。あ、当たりあるの。当たりある。あった。あるやん。あるっけ。マヤマンさん、ありますね。一緒にあるよ。本当に当たったことある。 A 1% B 2% C 3% D 4%。1,2,3,4% 100本に1本、50本に1本、33本に1本、25本に1本。いや、25と33本はないでしょ。1か2か50サトル。50サトル。これみんなね、引っ掛けなんだよね、実はこれ。みんなね、これ引っ掛けだと思ってね、違う方になんじゃうんだよね。わかった、もうこれ解説付きでわかった。 OK、 解説付きでもうバチンと当ててあげましょう。私も決めました。オークも決めた。 OK です。では皆さん正解をどうぞ。せーの、 2%、何パーセント。 1%。 パパ 2%。 これなんでかというと、普通アイスって 1% の設定なんだって。ただガリガリ君に関しては、あのね、材料費、製造過程において比較的安価に作りやすいの、材料が。あ、これ終わっちゃうじゃん。安くね、作れるんだけど、あ、ね、だから安いからさ、元がこうね、1本ね、 1% じゃなくて 2% 倍の確率にしても企業は痛くも痒くもないと。あ、これ終わった。あ、俺これ終わった。そんなことよりも、もうみんなね、美味しい美味しいね、ガリガリ君をね、いっぱい食べてねってことで 2% にしてくれている、ありがたい商品なんです。企業様、ありがとうございます。さんも B の 2%。 はい、オークン行った。オークン 1%。 なぜかというと、はい、キレがいいから。でさ、パー、あの、どのぐらいって書いてあるからさ、ちゃん、あの、正確に、あの、言いなさいじゃないでしょ。だから、どのぐらいって文章問題、うん、あの、書いてあるから、多分いっぱいあると思います。キレがいい。文章問題まで考えてる人です。はい、じゃあ姫ちゃんはなんで勘でいくと。よかったね、よかったね。いつも勘で言ってる。パパと同じ答えにできるなんて、ひめちゃん運がとても良いようです。はい、じゃあミスし、パパとひめちゃん言いたいことになるようです。わかんないよ、まだ。では、カメラマンさんお願いします。いつもかもしれない。正解は C の 3% です。え、結構、もう雑学やめようかな。もう雑学考えるのやめようかな。適当の方がいいかもね。目閉じて ABC のうち B とか C とか言っていった方がいいかもね。
では皆さん、ガリガリ君を買った時は当たりかなと思って、まあ、探しながら食べてみてください。はい、はい、美味しいですよ。では全員ハズレです。キャー、そういうことだと思う。では次の問題いきます。はい、では3問目。はい、じゃんけんで一番出やすい手は。知ってる。 A グー、 B チョキ、 C パーで、どれも同じ。知ってる。俺分かった。もらったわ。ごめん、もう私のトーク分かるかも。じゃあパパも、あのカメラマンさんいいですか。はい、絶対自信があるんで今回は、はい、あの先に姫ちゃん、王くんに、うん、あの答えてもらってパパ言ってもいいですか。大丈夫です。どうぞ。確かに。チョキ。はい、王くんはで、どれも同じ。なぜかというと、じゃんけんはもう運なんだって。そう、運だから。うん、なんていうんだ、個人個人の出やすい手があるんだって。うん、だからどれも同じ。確率的にはね、三択のね、どれも同じなんだけど、人間のね、実はね、もうパパ言うよ、これチョキなんでね、心理はね。ピース、はい、チョキってだ、こうやりたいの。ピースチョキです。ピース。むしろね、40% ぐらいチョキなんです、それ以上。でもね、私ね、ほんとチョキ出やすいもんね。パン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 、私チョキ好きなんだよね。はい、じゃあお願いします。はい、正解は A のグーです。嘘、グーなの。チョキだって、チョキだって。え、私めっちゃチョキ出すよ。じゃんけんするとき絶対最初はグーって結構言う人多くないですか。はい、はい、最初はグー。じゃんけんほいのときに力むでしょ、そのままグー出しちゃうっていう。へぇ、チョキだな。そういう確率が多いみたいで、グーが 35%、 チョキが 31.7%、 低い。で、パーは 33.3%。 一番低いんじゃん。だそうです。チョキめっちゃ、俺ね、あの、パー出すかな、俺。じゃああれだね、パー出せば勝ちやすいってことか。最初はグー、じゃんけんぽいって。そうだね、グー出す人が多いからさ、うん、パー出したらいいんじゃない。それか2番目に多いのがパーだからアイコンになるか。そう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 。じゃあ行くよ、ひめちゃん。最初はグー、じゃんけんぽい。やった。はい、じゃあ次の問題お願いします。はい、では第4問目。はい、じゃん。マリオシリーズに登場するヨッシー、皆さんご存知ですね。ヨッシーの本名は何でしょうか。ヨッシーヨシオさん。ヨッシー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 。 A、 よろしいですか。はい、 A、 ヨッシーヨッシー。はい、 B、 ヨシザウルス。はい、 C、 ヨシダ。はい、 A、 ヨシテラトプス。その中でさ、ヨシダってもう人の名前じゃない。日本人ね、もう漢字で書ける漢字でヨシダって。ヨシダはヨシダ、ヨシダって、ヨシケラトプス。ヨシヨ、A がヨシヨシ、ヨシヨシ、 B がヨシザウルス、 C がヨシダ、Dがヨシケラトプス。もう何にも聞かずに考えても適当に言った方がいいか。あ、これ B か D だな。だってさ、あの、じゃ行くわ。 A、B、C でどれにしようかな、神様の言う通り。私決めました。パパ B になった。私も。え、なんで。俺も今なんか、あ、じゃあパパ D 行くわ、D 行くわ、うん、D 行くわ。え、 B、 B、 B 行っちゃってんじゃん。はい、もうここでね、変えないでね。 B、B、D じゃん。絶対変えちゃダメよ。これも心理戦なんだけど、 B、B、D、ね、絶対変えちゃダメよ。え、なぜかというと、ね、なぜかというと、王くんの姫ちゃん組んでるじゃん。だから王くんが A で姫ちゃん B にしといた方が 50% の確率でお肉食べられるの。変えちゃダメよ。ね、そういうことだよね、カメラマンさん。チームだったらそうなりますね。パパ頭いいからすぐそんなの分かっちゃうの、ごめんね。で、間違えてたらどうすんの。けどね、おいおい、え、パパ B だっけ。え、パパ D、 D。 あ、D か、OK。 パパ D のヨシキラトプス。 OK です。ヒメちゃんと王くんはヨシザウルスですね。よし、こい。はい、正解は B のヨシザウルスです。おめでとうございます。ありがとうございます。なぜかというとって言っていいですか。どうぞ。あの、ヨッシーってさ、あの、トラノサウルスっていうか、なんか、うん、恐竜系だよね、ヨッシー。あ、恐竜なんだ、ヨッシー。こう、なんか、ウォンウォンみたいな感じなんだよ。うん、はい、ヒメちゃん、王くん、正解です。はい、おめでとうございます。はい、ヨッシー。ちなみに、フルネームは1993年に発売された任天堂キャラクターガイドに記載されていたということで、
ヨシザウルスムンチャックパスだそうです。ムンチャックパス、パス、パス、まあ現在もそれの名前のままかどうかということはまあ正式に書いてないみたいですけど、もともとはその名前だそうです。へえ、ヨッシーじゃないんだ。ヨシザウルスムンチャックパス。でマリオもわかんないぞ。あの本名あるかも。あのーま、マリザウルスムンチャックパスとかね。あのマリオにも本名がある。ほら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 。ほら、ピーチ姫わかんないぞ。ああ。ピーチング、ピーチング、ピーチングムン、ね、ムンチャックパス。じゃあルイージは、じゃあルイルイマンパンパン。ルイージもあるよ絶対。絶対あるよ。マリオはマリオマリオだそうです。マリオマリオ。マリオマリオ。伸び伸びたみたいな。そうそう。でルイージは兄弟でしょう。はい。ルイージ、マリオだそうです。なるほどね。ピーチ姫、ピーチ、ピーチ姫、ピーチ姫は書いてますね。その木のピッピッピを書いてないです。はい、全然知らなかった。うん、みんなもこれ絶対知らないよね。知らないよね。うん、もうヨッシーで定着しちゃってるもん。ヨッシーはヨッシーだよね。うん、はい、じゃあということで姫ちゃんとおくん食べることができます。ありがとうございます。あー嬉しいです。カッコご飯、カッコご飯、カッコご飯、みんなで食べれてたんだよね。え、神様の言う通りでしょ。よかったよ、もう眠いから。では、ね、お肉焼きましょう。はい、カキン。姫ちゃんとおくんがいただくみすじはこちら。こちら焼き加減もめっちゃうまいね、これ。うん、美味しそう。絶対うまいぞ、焼き加減も完璧。さっきからね、お肉焼いてるの誰が焼いてるか知ってる？おくん。ちょ、パパが焼いてます。パパです。パパはね、お肉任せなさい。パパ、お肉を焼くのすごい上手だもんね。はい、じゃあね、心ゆくまで召し上がってください。はい、はい、そしてね、ご飯もね、あります。それでは、いただきます。いただきます。え、あれ、いや、パパ、ご飯、ご飯ができたからさ。え、ご飯、え、ちょっと待って、こっちも。いや、あるよ。なにこれ。あるよ、これ、おかず。何か、おかず。ご飯、ご飯をおかずにご飯を食べる。嘘、ね、意味わかんない。ね、ご飯をおかずにご飯をいただきます。あ、じゃあ食べてみ。お肉はダメじゃん、パパ。けどご飯をおかずにご飯を食べるのは OK だよね。 OK ですよね、カメラマンさん。 OK、はい、あ、そりゃすごい。いいな、ね、おかずがご飯。うわうわ、早く早く食べて。はあ、いいね、ピッピッと作って。ご飯食べて。溢れる肉汁、そしてそこにご飯をかき込む。あー、これめっちゃ最強だね、これ。うわ、美味しそう。カメラマンさんもなんかめっちゃ美味しそう、食べたいって顔してるよ。私もいただきます。はい、召し上がれ。はい、うん、うわうわ、オークふた切れ目。オークあんまり牛肉食べないのに、うん、めっちゃ食べるじゃん。珍しい。うん、美味しいの、うん、美味しいからかな。そしてご飯を食べたら、うん、もうスパパも負けてられない。まずはね、おかずいただきます。負けてられないって何。うんうんうん、何、あの大根おろし感覚で食べてんの。うん、大根おろしなの、それ、おかずは。うん、美味しい。うん、え、え、なんだろう。でも、まだないか。取ろうとしてない。うん、取ろうとしてない。盗もうとしたの。一緒じゃない。言い方変えてなきゃ一緒。美味しいね、おくん。これご飯あるの、これ絶対もう辛いやつじゃん、パパ。美味しい。美味しい。パパ、焼き加減上手。ね、焼き加減上手だよね。美味しいです。どんどん進むでしょ。うん。ね。ちょっとパパ手痛いんだよね、さっきから。ここに置いておくのはいいよね。こうやって、これ取れないじゃん、こっち向いてるじゃん、お箸の先がね、こうやって向いてるのはいいよね。あ、触れた。いや、お箸、これこっち向いてるよ。ねえねえねえ、やめて。なになになに。ああ、
手がしびれてんね。ごめんね。ちょっとしびれない。ちゃんとこうやってグッと。グッとこう持って、ね、お箸こうやってグッと持って。お肉挟んでた。ねでも、ちょっとかわいそうじゃない？まあ、いいよ。おかずがあるから。スパイポールチ食べてみなさい。私、取っていいよ、箸。この。ん？取っていいよ。本当？うん、いいよ。姫ちゃんと優しくなって。いただきます。はい、みんなで食べよう。目の前ごめんね。ごめんね、ちょっとごめんね。ごめんね、食べてるのに。みんなで食べようとか言っときながら、一番最初の時、パパにあげなかったけどね。あ、ルールだからね。うん。うん、うん、うん。あ、うん。ご飯が進む。うん、美味しい。ちょっと前ごめんね。パパ、ちょっと厚かましいから。前ごめんね。ほら、ね。しっかり、ちっこいから、来たくていいでしょ。ごめんね。うん。うん、うん、おかずいる？大丈夫。うん、うん、結局パパがご飯をお盛りになっただけだよ。うん、うん、いや、めっちゃ美味しい。この肉も今回はね、雑学クイズということでお肉をかけて勝負しましたが、はい、姫ちゃんと奥が優しいのでパパも食べることができました。ありがとうございます。焼いてくれてありがとうございます、ね、これでね、うちらみんなね、一つ賢くなったと思います。はい、うん、ヨッシーの名前はヨシザウルス。ヨシザウルスチチャック、あかーん。チチャックマス。はい、ということでこの辺りで終わります。私の名前ってみんなも覚えてるかな。はい、終わりますよ。はい、せーの、またねー。バイバーイ。サランラップ、サランラップさん。行くよー。